飛ぶ鳥を落とす勢いのチャンネルへようこそ。略して鳥取チャンネル。変な略し方すな。砂丘に始まりましたね。砂丘に。砂丘。鳥取砂丘だー。無理に繋げなくていいよ。ちなみにマリサさんも鳥取砂丘を意識した語字ですよね。うるせえ違うわい。トマー初見さんを困惑させたところで始めていきましょう。このチャンネルは初見さんなんて来ないわい。それもそうだな。ってことで今回は動画ネタもないのでね、ランクでもやっていきますか。縛りのリクエストとか結構来てたぞ。だって挑戦してないもん。堂々と言いやがって。公開行くぞー。ランクマッチは初動が命。どのモードでもそうだぞ。そして命は一つしかないのが人生。なんかこいつが人生を語り出したぞ。悔いのないように生きよう。悔いを打たれるのも人生ですよね。このチャンネルもあんまりでしゃばると悔いを打たれますよ。でしゃばってないでしゃばってない。ただただひっそりと生きているだけです。なのでどうか大物実況者さん、ぜひともコラボしてください。こすい集め。打たれてしまえお前なんか。ってことでコシコシチャンネル、ハッチマップよー。あ、その前に高評価お願いします。チャンネル登録高評価お願いします。あんたどっからそんな装備持ってきたの。さて始めていこうか。どうやら初動降りで何人か被ってるみたいだな。私は湖水ので容赦はしません。我先にと手に入れた水の技。何も持ってない敵さんへこの武器で攻撃開始。自分で湖水って言っちゃうんですね。ここで贅沢な乱れ打ち。お金ないのに。水の技を打つのにお金なんて必要ないから。っていうかやっぱり水の技って使ってて楽しいわね。あれ初動はもしかして終わっちゃった？いやまだいたはずだぞ。攻めてくる前に体勢だけ整えておこう。せめてサウナでも行って整えに行こう。お前の耳の中に水の技打ってやろうか。これが俗に言うね、耳に水の技ですね。そのことわざに技はついてねえよ。まあ何もできない敵さんを倒せたので気持ちがいい。初動としては完璧だったな。ただし人間としては。うるせえよこっちだって真剣にランクやってんだ。待ってんだ。なんで少しだけふざけたんですか？待ってるのは本当です。戦闘の機会を。なんか強者ずらし始めたわこいつ。霊夢さんはただただ体勢を整えてるだけなのに。そうですよ、あんまりですよね。さっき無防備な敵さんを倒した人ですよね。当時の記憶はあんまりなくて、それで逃れられるわけねえだろ。ついつい出来心で、やっぱ確信犯じゃねえか。マリサによると敵さんがまだ近くに降り立ったみたい。あの下にいるのがそうかな。さっき真後ろにいた敵さんだな。物資を求めにあの小屋へ向かったようだな。何のチョコ材な。この水の技で溺れさせてやる。大人に溺れるなんて設定ってあったっけか。確か水の中で溺れることができたようなできなかったような。うお、なんかいきなり別方向から撃たれたぞい。人が気持ちよく水の技を撃ってるってのに。当たり前だろ、これバトロワだぞ。幼稚園のお遊戯だとでも思ってたかバカタレ。これ突っ込んでいいかな。そうやって突っ込んで死んでいく姿を何度も見てきたぞ。タイムリープ系主人公。はい、ではここはおとなしくミニポで一旦散るってっと。反撃覚悟のスナイパーを一発ドカン。ここでヘッドに当たればかっこいいグリップでしたけど、いかんせん私のエイムなんでね。それはまた今度の機会ということで。今度も見られねえだろ。おっと、私の水の技から逃れられるとでも思ってたか。っていうか水の技ならガバガバエイムでもなんか当たる気がする。なんか補正でもついてんのかな。蛇口とか水だからって安直なボケやめろな。おっと、そこにいるのはわかってるんだぞ。ガバエイムでも多少当てやすくなる。サーモスアサルトを食らえ。サーマルです。これ建築で隠れていてもおおよその位置はわかるから有能だよね。ってことである程度ダメージが入ったのでガン詰めしていこうと思います。ショックウェーブで逃げていったぞ。よかったな敵さん。私は追いかけるアイテムを何も持っていない。だからここは逃がしてやろう。漫画とかで出てくるちょっと強めの敵のセリフだ。敵さんは目の前が真っ暗にならずに済みましたね。霊夢の将来も真っ暗。おっと、口が滑った。私の将来は真っ暗じゃねえよ。敵さんに一点当たりましたね。逃がすと言いながら撃ち続けてよかったですね。まあでも行きたいけど死にたくもない。でも突っ込むのが。おい、何体育会系のノリしてきてんだ。そんなこと言われたってむやみに突っ込まねえよ。これランクだぞ。まあ家の中にいたんで突っ込むんですけどね。プレイありがとうございます。そこ感謝するところか。あー、サーモンスコープでよかった。サーマルスコープです。でもこの敵さん建築うまいぞ。これ勝てるのか。お願い、私の建築機能してくれ。あなたのお使いの建築モードは正常に機能してます。なんでじゃあ私は建築がうまくできないの。何これ深刻なバグ。早く改善してくれよ。実力と認めて楽になってください。いやだ、わしは認めんぞ。結婚の挨拶で立ちはだかるお父さんか。とりあえずそれっぽく建築して攻撃の機会を伺おう。無理だな、完全に入り込まれてるぞ。そ、誰だこんなデタラメな建築をした。不届き者はアスレチックみたいになっちゃってるじゃねえか。やって敵さんと出くわした。ピースコントロールか。される前に逃げてやる。できればピースコントロールをする側に回ってほしいところ。あれ、これやっぱりクスコンされてね。やってマジじゃん、編集できねえ。クソ、このままボックス内ファイトで決めるしか。まあこうなるよね。それ相応の実力だなお前。改めまして四国の皆さんこんにゃじ。四国だけ特別扱いすな。前回の動画で四国への挨拶を忘れていたのでね。コメントもらってましたね。っていうかいっそのこと地球に挨拶したらどうですか。そしたら地球外生命体から指摘コメントが多数襲来。地球外生命体は YouTube 見てねえよ。そもそも地球外生命体は存在するのか。信じるか信じないかはあなた次第。やりすぎ都市伝説すな。っていうかここの風車の効果かぶりの敵さんいるけど大丈夫か。私が風車より最速の人間になったので間違いなく大丈夫。現にこうしてミニポーのみ割れ先に体勢を整えつつあります。やっぱり寝起きのミニポは体に染み渡りますな。寝起きでプレイしてたのかよ。よくさっき3キルもできたよな。チートか。へへへへへ、否定してください。なんだ今の敵さん、瞬間移動しやがったぞ。通信状況によるラグだろうな。そんな奴は早くロビー送りにさせる必要があると見た。ほら、ラグサの海で泳いでる。ラグサの海ってなんなんだよ。あれだけラグイプレイヤーならよく狙わずとも当たるからいいよね。適当に撃った方がエイムいいんじゃね。さすがに私の実力はそんなもんじゃないと思いたい。こんな遠くの敵さんだってほら、ちゃんと当てられます。ちゃんと当たってたよね。自分だけは自信を持ってください。確か白ダメが見えたのでこのまま突っ込みます。回復してるところ悪い
けどロビーで先に待っててくれ。いつも突撃してんな。でも無事にキルできてよかった。ってことでここら辺でコメント返信のコーナーへ行こうか。地球にお住まいの皆さんこんなじこんなじ。僕なじえもんじゃなかった。なじーのだにゅ。はい、では最初のコメント。初見です。面白いのでチャンネル登録しました。初見さんありがとうございます。なじーのワールドへようこそ。どんどん洗脳されていってね。こんな動画でも初見さんが来るなんて奇跡に近いでしょ。では2個目のコメント。金の DMR と緑の合法自動があったらどちらを持ちますか？もちろん金の DMR。やっぱりレアドの誘惑にはかないませんからね。レアドの誘惑は人類みんな平等。だから悟りでも開いてんのか。では3個目のコメント。質問です。最近いいことありましたか？この前久しぶりにスタバに行けたことですね。フラペチンの美味しかったです。猫がスタバ行くな。では4個目のコメント。ナジーノさんって何の猫なの？僕って何の猫なんだろう？考えたこともなかった。設定ふわふわじゃねえか、出直してこい。では最後のコメント。お疲れ様です。チャンネル登録者記念でコメント返信とかやりますか？普段からコメント返信してるからそういうのはやらないかな。でも記念配信はしてみたい気持ち。気持ちじゃなくて実行してください。はい、コメントは以上です。みんないつもたくさんのコメントをありがとう。ぜひ今回の動画にもコメントしていってね。ってことでコメント返信のコーナーでした。工場に敵さんがいたので来てみました。いつも突撃してんな。NPC を雇っているみたいなので気をつけてくださいね。バチッと買ってもらいたいな。とりあえず屋上でスニークして機会を伺います。弱気になって隠れてるっと。言い方悪くない。でも敵さんの方は霊夢の場所を特定できてないな。これは私が先生を取って倒すしかないですね。それができると見てるこちらも心強いです。私のお出ましじゃあ。いい感じに先生を取れたな。ゲトキパのダメージ量が気持ちよすぎる。2発当てたらもう勝ち確ってもんよこれ。それは大いに同意です。ランクではあまり持ちたくない翼が落ちたか。とはいえ落下ダメ防止はかなり強すぎるからな。とりあえず魚釣り用に持ってたハデスチェーンと交換だ。もはや釣り竿としか見られてない。ハデスチェーン攻撃に使ってる人はあまり見ませんね。電車に乗ってる人もあまり見ません。ちょうどクエストがあったのでついでのついでで乗ってますね。ランクだとクエスト進行が命取りになるだろ。じゃあランクしかやらない人はクエストをやらないってこと？極論出すんじゃねえよ、反応に困るだろ。おっと、あんなところに車に乗った敵さんが立ち往生してる。運転席を狙ってぐへへへへへ。怖い怖い、キモい怖い。今キモいが混ざってなかった。キモが座った人もいるんですね。座ってたのは運転席だけど。やかましいわ。おっと、逃がさないよー。今日はよく設定する日だな。逃がさないってよりかは敵さんから向かってきてる気が。おっと、接近戦に持ち込む気か。だったらこっちの紫で突破が水を吹くぜ。それを言うなら火を吹くぜだろ。水の技に引っ張られてますね。そんなにのんきに歩いてると私の紫アサルトが泡を吹くぜ。泡吹いたら倒れてんじゃねえか。よく怖いもの見た時に倒れると泡を吹いてる描写がありますね。もしかして霊夢さん自分自身の実力に恐れを感じているのでは？私自分の力が怖い。よくこんな普通の実力でそんな描写のセリフが言えるよな。実力は普通以下です。なおさら疑問だわ。あれで、こっち側に翼で飛んでいった敵さんがいたはず。墜落させる大チャンスだぞ。さあ今日一のエイムを披露してみんなから褒めてもらおう。なんとも言えないエイムだったな。とはいえ墜落をさせることはできましたね。逃がしました。嘘だろ、あの状況で。逃がしちゃったもんはしょうがない。しょうがないってお前も翼を持ってるんだから追跡すればいいだろ。ちょっとこの先に別の敵さんもいたから私も撃ち落とされる可能性が非常に高い。これは丘の上へ登って上から二人とも漁夫るのが一番。果たしてそううまくいくかな。だ大丈夫でしょ。何不安を抱いてんだよ。漁夫に不安を抱いてるんじゃないんです。この動画を見た人が私を本当に最強と思ったらどうしようって。何言ってんですか、本当に最強なんですから自信を持ってください。すでに私のことを最強と思い込んでる人が身内におった。いたわね敵ども。敵どもってなんか語呂が悪くないですか？そこは別にいいだろ。そこの私の最強エイムをもってしてもなかなか敵さんに弾が当たらない。敵さんあんまり動いてないぞ。アシスト入ったからもう一人の敵さんに倒されてますね。何死んでんだお前は。私のキルポイントになる約束だっただろうが。そんな約束する敵さんなんていねえだろ。攻撃されたら別ボックスへ移動するとはなかなかの戦略を持った敵さんじゃないか。普通のことだろ。っていうか後ろから別の敵さんが来てるけど大丈夫か？ここはスニークで身も心も音を殺し敵さんの動きを探る。身も心も。よし、まずは先制点。これはゲトッパでゴリ押し通る。建築してこない普通の敵さんじゃねえかよ。しかも棚からボタ持ちとはこのこと。ハデスおじたんのメダルを持ってる敵さんでした。ハデスおじたん言うな。さすがは最強の腕前を持つお方。まだ私のことを最強と思ってる人おった。そういえばさっき逃した敵さんまだあのボックスにこもってるのかな。なんか倒せたんだけど。ゆっくり実況にありがちな、ゆっくり喋るやつ来た。これ一向に動じなかったな、あの敵さん。これじゃあ私の最強伝説が再び幕を開けてしまう。んなことねえよ。懲りずに再び漁夫をしに来ました。さっきの漁夫で自信をつけたのでね。漁夫ラーじゃん。漁夫ラー。あの敵さん車に乗って逃げる気か？そうは左遷タイヤをパンクさせて逃げられないようにしてやる。タイヤをパンクさせても走らせることはできるぞ。あ、でも先に戦ってた敵さんにばかり集中してこっちを見ていない。こっちも見てよ敵さん。見事な漁夫キルだな。かなり疲弊しきってたみたいだね。いつもならかなりガバって当てられないはずなのに。おい初見さんに私のエイムが悪いことがバレるだろ。初見なんて来ねえよ。それもそうだね。さて物語も終盤。試合のこと物語っていうのそろそろやめろ。敵さんは残すところあと二人。今はアンチに向かってるところですね。あそこのボックスに敵さんいそうなので男気全開で突っ込みます。まったく懲りない野郎だな。誰が男だおいこら。自分で言っただろ今。って思ったらいないじゃん。左から建築の音がするぞ。マジで敵さんいんじゃん。焦って自分を閉じ込めちゃった。これは急いで上へ行かないと大変なことになる。この建築をどう見たら最強だと思うのか聞きたいよな。このゲームは建築が全てじゃないだろ。エイムだって必要になってくるゲームなんだぞこれは。じゃあそのエイムを見せてみろ。
ね、全くもって説得力ねえよ。なんなんですかその打ち合いは。当たらない銃の打ち合いでもしてるんですか。うるせえやい。さあ残すところはあと一人。これだけ戦闘してても寄ってこないってことはどこかに隠れてる可能性が非常に高いぞこれ。おっとそこの物資の中か。警戒建築で詰めてしまおう。先に上取った方がいいな。今私どこから雷を撃たれてます。物資にいる読みが外れましたね。え、なんでこれで雷ダメージを食らわないのか謎なんだけど、もしかして私自身が雷になったとか。ゴッドエネルじゃあるまいし。デトキパ最強じゃなくて私最強。霊夢さん最強。なんでよし足場を崩したぞ。さあ降りてこい敵さんね。あ、この上も敵さんの建築か。編集できると思って階段作っちゃったと思ったら閉じ込められちった。これは捨て身のサブマ特攻をするしかあるまい。最強は私だ。二度とつけ上がるなよ。最強の名の通りにでしたね。とはいえこっちは10キルもしてるんだ。誰がなんと言おうと最強を名乗らせてもらうぞ。おいこら。え、アンリアルじゃないの。ゴールドですけど。もう一生最強とか言うんじゃねえぞ。